下のリーグで気持ちよく戦うのもバトルを楽しむコツだよ。今回のサポートセットを選んでね。サポートで行く。私はいつも感覚。今度の相手はどんな戦い方をするのかな。さあ、気を引き締めていこう。サポートゲージが溜まるよ。よし、いいね。だいぶ時間が経過したよ。クリティカルを狙ってきたわ。押し切られちゃった。でも次はそうはいかないよね。あと少しだったんだけどね。よっ、手強い相手だね。次はサポート。さあ、頑張ってるよ。途中の相手には気をつけて。自分のポケモンを信じて頑張ってね。割り振る項目を得、新しいアイテムが手に入ったよ。
りワクワクするよね。相手はどんな作戦を立てる。さあ頑張っていこう。割り振る子、新しいアイテムが手に。
い試合だったね。リーグマスターってあんなに強かったんだ。そしてそれを上回って優勝するなんて、どこまで強くなるか想像できない。よく来たね。私が今のグランドマスター、フェルムバトルで一番強いってことになるのかな。でも君たちもかなり強いって聞いているよ。自信があるみたいだけど、どこまで続くかな。サポートセットを決めるのって悩むよりさ、楽しんでいきましょう。次のラウンドはいただいちゃおう。緊張しないで、楽しんでいこう。ラウンド1、自分のポケモンを信じて頑張ってね。ここは慎重になった方がいいよ。共鳴バーストするにはまだ10秒は暑かったね。ほら、まあ、熱くなったらダメだよ。こういう時こそ、ラウンド2、自分のポケモンを信じて頑張ってね。次で勝負が決まる。さあ、頑張っていこう。よし、捕まえたね。このまま畳みかけよう。一回相手もやるね。ちょっと危険だけど、私だったらここは攻めるね。かなりリードされちゃったけど、よし、サポートを呼べるよ。よく頑張るよ。負けちゃ、お疲れ様。バトルは見ていても面白いね。スキルポイントを割り
私の方が強かったみたいだね。君たちとのバトルは楽しかったから、いつでも来ていいよ。次のラウンドは緊張しないで楽しんでいこう。バトルで楽しむことが大事だよ。よし、行け。透明バーストするにはまだ遠いな。次のラン、手強い相手だね。次はサポート。ラウンド2、バトルを楽しむことが大事だよ。透明ゲージが溜まったよ。出方を待つのも戦術。よし、バースト中アクション。やったね。ほら、ま、次で勝負が決まるよ。君のポケモン、自分のポケモンを信じて頑張ってね。まだ半分か。真剣勝負もいいけど、まずは楽しまずスキルポイントを割り、新しい称号が手に入ったよ。新しい称号が、ああ負けちゃった。ここまで来たのにまだ上がいるなんて。でもだからこそバトルは面白いんだよね。これからも強さだけでなく、ポケモンといかに通じ合えるかを考えてバトルを続けていってね。噂によるとネオスシティに強いバトルトレーナーが集まっているらしいよ。よかったら行ってみて。あ、私ともまた戦おうね。ピカチュウと待ってるよ。まさかグランドマスターになるなんて信じられない。でも今の君の力を考えると当然かもね。これからも
もっとたくさんの人とバトルして楽しんでいこうね。やったね。少し手強いくらいのリーグでバトルすれば上達も早いよ。